伊豆さん来た。怖えな、このデッキ一番嫌だわ。よし、やろう、お願いします。恐ろしい。黒ヒューが怖え。あ、森崎ね、なるほど。サイドで、サイドスって、すげえ、もうちょっと見て、全員バフなんですけど。全員バフでバフなんですけど、すごいね。ここまで今スタメンが組めるんだ。何を狙うかな。そこを狙うか。これを全部見ますね。時間的に。そういえば昨日って皆さんのところってあれなってなかったですか。なってなかった。雷めっちゃ夜すごくなかったですか。あー、めんどくさいのがいる。どうしよう。そうなんだ。なってたよね、昨日ね。あれあれ普通に止められた。普通に止められたよ。うまっ。あー、なんでずれた。ダメだね。他は幻突してないか。すげえデバフだって。奥さんいらっしゃい。元気になるか。ここはでも大丈夫。こんにちは。チームプレート。あ、なるほどね。ここで落としていく、ね、勝負だね。あ、早え、全力つくの。あー、なるほどね。そこはね、ほんと自分がやりたいのとね、捨てが強くなるやつって逆だったりしますよね。そこは本当にもうガチャ運なんで、自分もよくわかります。封印しないし、意外と抜かれちゃうんじゃない、これ。ほら、シュさんはね、やっぱ戦なんだろう、そういうの上手だったかな。オフったで。オフじゃないの、今の。オフったでしょ。飛んでっちゃうよ。今のオフサイドじゃないんだ。虹って。まず奥17も2つ取れたし、バッター全部揃ってるからW。あー、そういうことか。でも局地止めっすよね。もう本当に二足日本の人限定みたいになっちゃいますね。あのスキルってどうなのかなって見て。足日本っていうね、限定になっちゃうから、だったら18人以上の方が自分はいいかなと思うんですけど。やばい、シュート打ってないの。シュートでも打っとくか。あー、ありっすね。全然関係ないね、キャラクターバフで。すごい。何でもできるね。
取れなそう、これ取れるかな。それこそ B、C みたいに7になる選手置いてる感覚です。そうっすよね。やば、取れない。こっちで取る。これがガチですか？はい。あ、これガチじゃないっすよ。あの72。その代わりに変異戦力が強くなるから考え方によってはありかなと。そうっすよね、ありっすよね。あ、チャンスあんまない。来た。アトラス72万ですか、すごいな、構成が。そうそう、オールバフ、オール11人全部潜在バフの。あ、銀か。バフでバフなんすよ、C2 さんのデッキ。11人全員、あ、キーパー以外は、キーパーは乗ってないか。これダメだな。デバフ食らっちゃってるんだな。2万どんくらいだ。こういうの入んないときついよね、でもね。入った。面白いですね。面白いね。こういうね、やっぱ逆性、属性でね。いやー、これがね、4分でこういう風にタンタンタンって4分で決めれるっていうの気持ちいいよね、これ4分で。立場の使いたくないの、力が多いから、石崎、はいね。はいね。承知。承知。後半もこのまま行く。抜けなそうだもんね。あ、美咲くんだけ入れなきゃ。何をどうすんだっけ。青いよりこっちの方がいい。危険だな。でも守備が全然崩壊してるからな、今。ちょっと守備強くするかしょうがないか。こうしてみよう。やっぱ森崎を初手から抜けるシュートっていうのとか、三浦はさっき抜けなかったけど、その辺が初手から抜ける。あ、なんかボタンが、あれ、ライト追加でそう。うまいよね、この辺で。あ、本当に。まあ、あの黄金世代っていうのがだけがあってね、ロベルトだけは許してもらってるんだけど、他はちょっとなるべく日本で組むっていうので、これでオフサイだから、飛んでけ。これでも大変。あー、入れられちゃった。無理だね。この石崎幻突してないから取れないって。すげえデバフ。クリさんだが、今は新中熱気戦。クリさん、それ言わない。議員、いくらくらいだと思う？ 2 万2000くらいまでいくと思うかな、おいくん、これ。同じくらいかな、バフ。自分が2万2000くらいまで、2万1000くらいまで下げられてるのかな。あ、1万9000。入りきらないんだね。これ危なくね？イカをごうまいよね。酒のつまみがご飯に乗せて。これは入らないっしょ。3000以上ステスあるから。はい、なんで、ロベルト入るよ。ロベルトは4000くらいスターがあっても打ったら入るよ。ああね、絶対うまいじゃんね。お腹空いてきたトマホークさん。さっき渋滞でお昼ご飯食べれなかった。え、誰？バフィン出した。あ、翼。え、どういうこと？何やろ。だって大きい大きい。え、誰に出すのかな。よっこい。クリさんが1人1位10戦3勝15得点終わった。10戦が一番時間かかった。そうかもね。
昨日そういえばあれ誰だっけ、あれえどこに出すんだろう、シュナイダーここ強いよね、こうね、オールオフだもんね、打つ、打てないね、そういう人。いやドリブリッチ負けてる、これワカちゃん抜かれんじゃん、これ迷ってるね、シーツ。え、ドライブパス抜けてく、どこ後ろまで戻すよ、そっちまで、ダンディまで戻す、うわ、すげえ、全部固めてきた、え、どこまで見るか、なんか。予選落ちて参戦っすから。参戦してください、今。アトラスさん、予選落ちしそうで参戦、参戦してよ。これ、アトラス次ね。あ、次次 50? 次でも大丈夫じゃないですか、普通に。打ってきて。そういうことね。上天然菌か、これ難しいね、俺下げないとライン、何やってる、うわすげえ、2万2千だって、翼くんのシュート恐ろしい、これ、あ石崎いるからか、めっちゃ乗ってるじゃん、これ入るかもしんない、そうだから石崎欲しいんだよね、やば全然意味ないじゃん、この翼くん、やっぱ石崎くん入れる、あぶね、こう上まだか、ちょっと待ってよ、封印された、うん、そこが封印、まあカウント相手に、これ入ったら笑うよ、こういうの入るからね、本当に翼、そっち、うわっ、ちょっとクリアさせて、クリアできないと思うけど、ね、やっぱサポート石崎とかがやっぱしんどいよね、あうまく弾ける、弾けない、これ次、次死亡するフラグだ、押し込まれちゃった、今ちょっとパス位置微妙に間違ったね、すげえ、葵より翼くんの方がステが高いってすごいね、え、葵くんより翼くんの方がステが高いって、めっちゃ押し込まれて、また削られてんだけど、またこれやばいじゃん、ダメだ、若島ずパス地獄に落ちてる、どうもならんわ、待って、あ、スタミナ切れた、次取られたら終わりだ、あー削られて終わった、シュッとしたら入るよ、し島津パスはしょうがない、これがありますからね、20だから無理ね、あーおい、あーってことか、はい、若鳥流パス、まあしょうがないね、島津を使ってるとこうなるからね、
ダメだ、森崎全然減ってないから抜けないだろうか。バンジングで次回相手に拾われると格変になることある。そう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 、格変になっちゃうんだよね。格変格変ね。そうそう、レンちゃんね、レンちゃんがすごいってことだよね。そう、レンちゃんずっと続くときあるよね。無理かな、さすがに金でも入ります。おーい、ラッキークリラッキーだね。いやー、押し込まれた。もう交代できないし、もう若鶏を1回しかできないからゆっくり攻めなきゃ。いやー、押し込まれちゃってるからね、どうしようね。スタミナキラーだからさ、次ヒューガで打たれたら、次ヒューガで打たれたら若鶏をできないじゃん。これもう負け確定じゃん。これヒューガで打たれたら、キュウガで打たれたら負け確だね。シュート打たせないのは無理だ ね、 これね、ロンシュー一発打っても終わるから。実力のある選手が試合に出られないのはどう考えてもおかしいぜ。固めとこう。これはさすがに無理で、ちょっとね、さすがに厳しいっすよね。うわ、全力使ってきた。俺の得意技を見せてやれ。ここちょっとしのげればチャンス。この辺腕の見せ所。あー、ナイスで、すぐパス。よし、5分か、あと10分もやんなきゃいけないのか、しんどいね。危ない。この辺、あ、ダブル怖い。この次、行くショーの次が止め。時間的にどう？ 10 分。銀。そうだね、やっぱ属性が厳しい。スーパーサブ取れるし、取れないスーパーサブ。すごいな、この怖いな、このバフ祭りが超怖い。いけるかな、ワンちゃん。ギリギリ無理かな。全力ついたからワンチャンあるかも。狙ってます。誰、うまいんだよね、この辺は。あ、で嵐か。
飛ばせるかな、嵐。嵐飛ばせねえかな、これで。ピタッと、ピタッと、ピタッと。嵐打ったら勝ちってわかるもんね、普通にね。これで。おー、すげえ。ワンチャン来た。落ち着いて、落ち着いて。落ち着いて。286しかない。あー、死んでる。誰かシュートできる人。死んでる人がいる。なるほどね。ミサキ、ミサキ、ちょっと無理。先行雷獣シュート一時入んないと思ったの。今日ワンツーつけてないじゃん、ミサキ。死ぬのをなんとか早く回避させたいね。ん？ん？どうした？間に合うかな？終わっちゃう？時間大丈夫か？あー、時間がダメだったね。あー、惜しい。ありがとうございます。ありがとうございます。最後固められちゃった、あそこ。でもいい試合だった。アトラスお疲れ様です。 ありがとうございます。じゃあどんどん募集していきましょうか。72のなんだっけ、これだね。3050でありありと、はい、というところで募集していきますよ。2、りょうさん、りょうさんやる最初。293750、どれだっけ、昨日のデッキ。あ、もずかっちゃんさん来た。よし、やりましょう。ちょっと待って、昨日のデッキがない。破壊した？あ、ありましたね。よし。大丈夫。今日結構時間あるから。あ、コージさんいらっしゃい。あ、コージさん昨日優勝しかったね。お疲れ様。たまさんいらっしゃい。今起きた？あ、昨日疲れた。いや、昨日オールしてたの。電動さんいらっしゃい。おじさん昨日惜しかったね。もうちょいで優勝。侍西日本、皆様お疲れ様です。はい、お疲れ様です。こんにちは、昨日はお疲れ様でした。ありがとうございます。トマホークタピオカさんイケメンだった。タピオカさんイケメンだった。タピオカさんよく言われるようで、あの映るとね、イケメンです。工事侍西日本、見返して反省します。昨日はそんなに反省すべきとこはなかったんじゃないの。良かったと思うけどね、まあ、ちょっとしたそのところだったんじゃないか。よし、世代のタピオカトマちゃんのために中退さらしてきました。じゃあもずかっちゃんさんお願いします。工事侍西日本、タピオカさんスーパーイケメンでした。よし、どうしよう。欧州だったらどうしよう。スタミナ、スタミナキラーいっぱいいる。もずかちゃん上限上げたらオーバーしてた、速攻で作りました。はい、なるほど。いいですよ、また何回かやれるって。今日黄金世代のタピオカ、ただの運動不足のサッカー選手です。 W なるほど、いけるか、やってみっか。電動掃除タピオカさん、僕の次にイケメンでした。めっちゃ面白い。僕の次にイケメン。工事、侍西日本、自分も元はサッカー選手なんですよ、わらわら。あー、そこかぶる。
そんな早いの、ね、高校時代の旅岡の趣味のエロさには勝てないよ。トマトオフ優勝した方ってどこの連盟さんなんすかね。本当ね、ドリームライン、ドリームラインっていうところみたいよ。火曜日ソフトバンクにリスマスが入りました。おーすごいね、なんか聞いたことありますよね。トマトオフ名前は聞いたことありますね。すげえバフがすごい。うえやばいのに渡った。しまってプレス効かない。よし、うーん、スタミナ、ドリームチャンピオンシップで遭遇したら絶対勝つ。昨日ね、なんか雰囲気がすごかったもんね、なんかね、全体的な。取れんのかな。これで取れなかったなって。うん、まあどっかで会えるっしょ。佐藤さんいらっしゃい。マサオ。セイ。よいしょ。あ、ありがとうございます。ちょっといろいろあれだな。お開くか。すごいスタミナキラーがすごい。もずかっちゃんさん、あ、ゆうたさんいらっしゃい。ゆうたさんごめんね。ゆうたさんごめんね、本当に。あ、ナイスさんいらっしゃい。あ、はい、ごめんね、本当に。さんが入手しました。また高い、なんでだ、昨日から、昨日から、昨日から高い。クソ、お疲れ様です。ありがとうございます。そうか、欧州ガチャ。欧州ガチャのあれ、あれでしょ、なんだっけ、あの人に乗ったんだよね。誰だっけ、あの人に乗っかった、カジュさんに乗っかったんだよね。黄金世代の竹岡さんにかぶせました。取られちゃうね、 A 技だと。そうそうそう、その前に同じこと言ったから。いや、そうなんだ。あれ、浩二さん、準優勝の人も出れんの？あれ、本戦。あ、出れないんだ。ねえ、順番がねえ。黄金世代の滝岡正忠氏もそれで実装されましたもんね。ぐい、そうね、当時侍西日本やつが辞退すれば。そういうこと、辞退するのかしないでしょ。カカが入室しました。クッカさんいらっしゃい。クッカさんってこれクッカさんって読むんだよね。当時侍西日本そういう書類は書きました。あ、そういうことなの、ね、取る、俺がみんなをフォローしなくちゃ。クリさんなの、欧州ガチャ来たらどうにかなってました。発言が運営に対して、早く欧州代表ガチャ出せやどうか、に聞こえて仕方なかったんだが W。どれ？なんで？早えよ、リカバ。リカバ、早えよ。もう時間？もう時間？トマトオフ第1回チャンピオンだから小道さんも出るんすよね。出ないよ。出ないよ。あー、これ昨日、昨日っていうかあそこでは間違えてた。出ない出ないよ。出れないから。当時侍西日本、俺もインタビューで新しい選手がいたんでって言いましたね。
あと99あと99ポイント。あ、よろしくお願いします。やっぱクッカさんにいいんだよね。はい。昨日ここまでは調子良かった。前半もこんなノリだったんだけど。で、ボーンって打たれて終わった。あれ、俺よろしく押したよね。もう一回忘れちゃった。はい。OK。さあ、今日はガンガンやっていこう。昨日のデッキ、せっかく作ったのに。トマホークも日本がしか来ないと DC 立ち上がる。でも多分来月があれじゃないですか。普通に考えて4月6月がほらクラブの締めじゃないですか。第一、うん、違うの、あそこ12月決算だから第二四半期が1月6月でしょ。1月6月だから、あ、電話ついた。1月6月だから、そこじゃないかな。抜けっしょ。よし。飛んでくよ。いやー、昨日でも島津抜けなかったな、本当に。そうなんですよね。なので多分7月からの第3、今ね、みんなあれですもんね、決め打ちになっちゃったもんね、昔と違って。当時侍西日本どうだろう。昨日自分も思いましたけど、普段使わない何ちゅうエロさださんいらっしゃい。ああ、健太さんありがとうございます。本当に雰囲気だけ味わって帰ってきたような感じですね。取れるね、これいいんか。いいよ。あ、サッカー好きさん、よっしゃ、いい。やった、押しとく。やった。クリさん、やっぱり毎回だね。あ、そうなんすか。あ、久しぶり。え、あ、昨日来てたんですね。あ、すげえ、人そうね、昨日ね、雰囲気良かったね。あと思ったほど大雨なんです。してない、してない。してないよ。通路側どっちだろうな。通路側って右かな。おぬかっちゃんさん、急遽感すごいぞ。今日は若干時間があるんで、まあ、もしね、やりたい方いたら一緒にやって。ああ、大丈夫です。誘われましたけど、カジさんとアキさんにトイレで侵されてました。トイレで侵されてたって、このネタ。はい、ではマッチしようね。トイレで侵さ、相変わらず下ネタしか出てこない。あの、なんちゅうエロサダさんって人がすげえ面白い感じ。あ、銀だった。昨日これ C シュート打ったからな、すげえ。現場でしか見てないから大丈夫だけど、今日はちゃんとマッチしてやろう。意外と入んないんだよね、嵐って。ほら、思ったより入んないんだよね。やってみる。アラジー。ああ、じゃあもしかしたらあれですね、めっちゃ近かったですね。あ、そういうこと。ダメじゃん、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 ダメじゃん。
やった。青いった。青い。天下近いどころか目の前でしたよ。あ、本当にごめんなさい。お声かけていただければね、はい、ご挨拶できたのにすいません。あ、ロベルト、ロベルト使い物になんの。世代のタピオカをお見かけしたような気がします。お、絶対顔分かってないですよ。すごい成功法できた。何っていうのね。あ、スタミナ切れた。もう一回打ちたいね。王子、侍西日本が優勝した。おいらっしゃい。天童創始やたすども会いましたよね。天童さんいたの。天童さんいないっしょ。天童さん絶対いないかったっしょ昨日。黄金世代のタピオカカメラ越しに吉見のことを。あ、そういうこと。あ、ないない、やっぱ。お疲れ様でした。ちょっと待って、嵐に入らない。打っちゃっていい？えい。黄金世代のタピオカ天下さん、ありがとうございます。ごめんね、もぶかっちょ。あ、全力ついた勝負。虹。あ、すごいな、にって押すとこ。あ、ありがとう、その時。ありがとうございます。もう一回デッキちゃんと作ったら後でやりましょうか。意外と、はい。